今回から、政治解説シリーズ、アメリカ崩壊を開始していきます。アメリカ崩壊という題を見て、過激で、扇動的に思った人は多いと思います。しかし、かつて日本人がアメリカに対して持っていた、大国で、干渉主義で、自由主義といったイメージは、事実ですが、今、このアメリカが変化する分岐点に直面しています。アメリカは、内向的で、自国第一主義で、干渉主義になろうとしています。今までの大国としての振る舞いは見られなくなるのかもしれません。その時、確実に世界のパワーバランスは崩壊すると思われます。中国の台頭、ロシアの動向、中東の民族問題、欧州の移民問題、こうした問題に火がついた時、大国アメリカ一強でまとまっていた世界が崩壊した時、まがいなりにも保たれてきた我々の平和はどうなるのでしょうか。このアメリカ崩壊の題の中で、冷戦期から今日のアメリカに渡り、数回に分けてアメリカの動向を解説していきます。第1回目の今回は、ハイパーパワーです。1945年の大日本帝国の降伏とともに開始された冷戦は、自由主義陣営と社会主義陣営の対立でありました。第一次世界大戦に引き続き、再び本土が戦場にならずに戦勝国となったアメリカは、その国力と国際社会における地位から、自由主義陣営のリーダーとなりました。この冷戦において自由主義陣営の主要たるアメリカと、社会主義陣営の主要たるソ連の直接対決こそありませんでしたが、キューバ危機に代表されるように、一触即発の危うい時局もありました。しかしながら、長期にわたり睨み合いを続けていた米ソ両国の緊張状態は、改革派のゴルバチョフがソ連の大統領となることであっけなく終結しました。そして間もなく、ソ連は解体され、アメリカ一極構造が構築されました。こうした唯一の超大国となったアメリカによる秩序と国際情勢をフランシス・福山は、冷戦の終結に伴う、自由主義一極の退屈な時代と評しました。また、フランス大統領は、アメリカの強大な国力と、国際社会における権力をハイパーパワーと評しました。つまりアメリカは、このハイパーパワーをどのように運用するかが大きな課題となるわけです。強大な力を持った国家は、その強大な国家を指揮する大統領は、まさしく運用することができるのでしょうか。しかし、唯一の超大国として世界の問題をアメリカ単独で解決できたわけでなく、また、アメリカは超大国として、世界の主要として全世界で歓迎されたわけでもありませんでした。9.11 に代表されるように、世界各地で反米テロが発生しました。こうした反米運動の主要だったのが、アルカイダのトップとしても名高いビンラディンでした。ここからは 9.11 にフォーカスしていきます。この事件は、米本土を攻撃された経験がほぼないアメリカにとって、しかも超大国の軸があるアメリカにとってあまりにも衝撃的な事件であり、後のアメリカの姿勢を大きく変化させた事件でありました。9.11 は、アメリカの世界貿易センタービル、ペンタゴンに旅客機が突入、甚大な損害をもたらしました。このテロは、ビンラディン率いるアルカイダの犯行でした。この 9.11 の特質は、アメリカ本土が攻撃されたという点にあります。9.11 以前にも反米テロ行為は続発していました。しかし、その対象はアメリカ本土ではなく、中東などに駐留するアメリカ軍基地などで、アメリカ本土が攻撃されるという事象の衝撃は凄まじいものでした。まさか本土が攻撃されるとは想定しておらず、不意をつかれる形となりました。当時のブッシュ政権の支持率はおおむね 50% 未満でしたが、9.11 以降支持率が 90% 以上に跳ね上がりました。また、選挙を控えていたブッシュ政権にとっては相当な追い風となったのも事実です。ここから見られるアメリカの特質は、戦時下ないし、非常事態においてアメリカ国民は、愛国心によって大統領のもとに結集するという国民性です。また、こうした国民性の発揮に貢献したのがメディアです。テレビは、9.11 によって崩落する世界貿易センタービルや、炎上するペンタゴンをリアルタイムで国民に放送しました。結果、より迅速かつ大規模に国民の愛国心に火をつけました。こうしたアメリカ国民の国民性の発揮によって、ブッシュ政権は野心的な政策を進めることになります。アメリカは当然ながら、民主主義国家であります。そのために、政治は民意に基づいて行わなければなりません。しかしながら、仮にこの民意が明らかに間違った方向を進むものであった場合、これを阻止することは極めて困難です。過熱した世論によって戦争が開始されるなどの場合も考えられます。
ここにアメリカのような強烈な強度はいないし、愛国心が加わると極めて厄介です。アメリカが防衛戦争の停裁を取っていた場合、世論は敵国の崩壊まで延々と戦い続けます。仮に政治家がそれを望まずとも、国民の民意によって戦争は継続され、敵国を完膚なきまでに破壊するでしょう。この例は太平洋戦争です。パールハーバーの合言葉のもとに、アメリカ国民は団結し日本を倒しました。アメリカ政府のプロパガンダによって、国民をたきつけ、戦争を支持させることで、熱狂的な世論の支持のもと、戦争遂行することも可能です。そして、アメリカの自由主義を日本に導入させました。ここからさらにわかるアメリカの特性は、自分と違うイデオロギーを持つ国家に対して、他国のアイデンティティを無視して自国のイデオロギーを輸出しがちということです。この例は戦後日本の間接統治や、イラク戦争後のアメリカの占領政策、アフガニスタンでの占領政策があります。結果、後者二つにおいては反米感情を煽る結果となりました。比較的成功した日本においても、反米感情や、戦後日本のアメリカ統治を批判する人間が一定数いるという始末です。要はアメリカの一つの特性はおせっかいというわけです。こうしたアメリカの特性は、超大国アメリカの自負によってより顕著に現れ、世界を変化させ、自国をも変えることになります。次回は、9.11 以降のアメリカの野心的な対外政策について解説していきます。狂気のようなアメリカの特質が、次回の内容につながります。次回も、ぜひご視聴ください。これで、第1回の解説を終わりにします。それでは、また今度。